この大内を言うのに約20分ぐらいかかりますが、この間関取衆は支度部屋で精神集中の一時を過ごしております。力士が負けを言うのは髪を締め上げることによって全身の力を統一することにあります。また土俵の下に落ちたとき頭を保護するためにもなります。大きく開いた瓶と化けの根元、それに竹先の3つが胃腸の張りよく似ているところから、この曲げが大胃腸と名付けられました。ご覧ください、一般の衣装が出来上がりました。モデルは幕内勘添え、実演は徳山の徳健でした。